床床は体操競技の一つ。床運動とも、12-12メートルの正方形の床の上で体操競技の技を用い演技する。男子は都市体操的運動、平均技、静止技、力技、跳躍技、跳ね置き技、倒立回転技、宙返り技を組み合わせて演技する。女子はアクロバット系の技、音楽に合わせたジャンプの組み合わせ。 ターンを組み合わせ演技する。男子は70秒間、女子は90秒間で演技しなければならない。時間超過は減点の対象となる。また、12、12メートルのラインからはみ出ると、ラインオーバーとなり、減点となる。正方形の床の四隅を A、B、C、D とすると、例えば A から演技を開始したとすると、必ず B、C、 D に1回は到達しなければならない。床運動では多くの加点を得るために連続して宙返りを続けなければならないため、単発のダイナミックな技が発表されにくいという問題点が出ている。ただ、ダイナミックであれば良いというものでもない。男子の場合、主義はほとんどの場合直線的に動いていく。この図での拡張点のうち A から始めたとすると、 まず対角線である D に向かって演技が開始されることが多い。D に到達すると、今度はまた A に向かって技のシリーズを行い、その後 C または B に向かってシリーズが開始される。最後は C にいるならば B、B にいるならば C に向かって最後のシリーズが行われる。この例はあくまで一例であり、最初 A から演技を開始して、 いい足に向かっても問題ない。また、一つのシリーズを終え着地した際に、次のシリーズのための助走を取るため頂点のギリギリの位置まで下がることが許されている。これを行う場合は、普通に歩いて下がるのではなく、必要最小限の歩数で美しく下がることが要求される。美しくないと減点の対象になってしまう。Y 字バランス片足で立ち、 もう片方の足を水平に保ったり、または床に対し垂直な位置まで上げて、2秒間、静止する技である。片方の足を軸として、もう片方の足を横から上げていき、Y の字になるような I 字バランスに代表される、様々な技がある。両手はその技によって位置が変わってくるが、どんな技でもふらついたり足が伸びきっていない、2秒間、静止できないなど、 美しさが欠ける実施がなされると原点となる。両腕の力を使って2秒間の静止を求める技。上水平や中水平、足状況などがある。これも美しさに欠ける演技であったり2秒間静止できない場合は原点になる。上水平などの水平技は床に対してどれだけ水平に近い状態であるかも得点に関わる。倒立は力技から 倒立姿勢へと動いていく技の実施が多い。2秒の静止が要求される。回転技はあんバのような閉脚旋回や開脚旋回などを床で行う。ブレイクダンスのような技も認められている。ムーンサルトやリューキンなどといった空中で体を回転させる技。床では前方形と後方形の両方の中返りを実施しなければならない。また、 ひねりを加えた技も要求される。この中返り技の着地が決まるかどうかが得点に大きく響いてくる。ありがとうございます。